前回、プロと視聴者を結びつけるみたいな、対局させる、ぶつける、まあそんなアイデアや,やりたいみたいなことを言ってました。YouTube を続けるにあたって、収益を生み出せるか、ちゃんと社会的価値ですね。YouTube、麻雀関係なし、全く知らない他人に、ちゃんと価値があると。 価値を認めてもらうのが収益なので、全く別にこれ商業的にビジネスで、そんなの方向でまあ、かなくていいと思いますけど、まあ人によってはそういう人もいると思います。ただ、全く1円もいらないと。お金は1円も別に作んなくていい。この考えはダメだと思います。あ、私個人はです。個人はです。ちょっとこれは語弊ありそうなんで、 り入れておきます。大の大人がまあ学生が好きでやってるとはちょっと違います大の大人が1,000時間も2,000時間も1万時間もかけることなのではから見たら暇人時間の無駄遣いまあこう言われてもう言い返せないです。 なのでそこにちゃんと価値を作っていかないと長続きそもそもしないしちょっと個人的には商業的な価値を作れる人が残るみたいなまあ強く思っているものでまあこの話をさっきのプロの業界に当てはめるとイベントですね業界にではなくてイベントに当てはめるとまあ簡単な本当に簡単な計算なんですが 例えばプロ1人呼びますとそこそこのプロ呼びたいですと少なくともこう打つ人があこのプロと打ってみたいと思えるようなプロを呼ぶと、まあ、正直ちょっと30万くらい必要だと思うんですがまあなんとかうまくいって5万にしたと団体に所属し,所属してますなんていうプロは1円の価値もないので 少なくともこう、テレビに出てて皆さんが名前知ってて、憧れがあって、一回売ってみたい。このくらい思えるプロは正直、まあ、この金額はちょっとありえないと思うんですけど、まあ、この金額だとして、あとは何人集まるか、または何回売てるか、ここで金額決まります。例えばこれで成り立ちました。 例えば、三人集まりました。ちょっと私は、私個人は除きます。これ、イベンターが参加しちゃダメなんだよ。参加すればするほど自分の首が締まるような、やればやるほど破滅に向かっていくような考えはダメなんで、私をこう入れるんじゃなくて、ちゃんとこの、この仕組みに、ウィンウィンの関係を作れる、この仕組み。三人集まりましたと。 そうするとこのプロのギャラだけで1人当たり1万7000円プラスバダイプラスここにギャラを求めて私はギャラを作っていく例えば私がこっち同じ5万だとしたら参加費3万3000円っていうイベントになります1日マージャン打って参加費3万3000円 その代わり、プロとずーっと打てます。まあ、まあ、6半チャンなのか8半チャンなのか知りませんが、プロとずっと打てると。まあ、こういうイベントが成り立ちます。3万3千円で。例えば、11人集まりました。プロと11人で12人。3択。3択。 常に3択立ってます4人、4人、3人と3人のところにプロが入るとで、プロにはこう移動してもらってだいたいまんべんなく6半チャン打ってもらって2回ずつこのプロと2回打てると、まあ、こういうイベントをし,てしたとしたらプロのギャラだけで1人頭5600円です。また さっきと同じ要領で5万ここに載せるんだったら。1万2千円のイベントです。1万2千円で。まあ二半チェーンはうて、打てますよと。こっちで確定して。プラスまあサインだったり、ちょっと話だったり。まあ。アップロードしない前提での。まあ写真とか。<laughs> まあそういう何かサービスをつ、イベント作れると。 一万二千円。あ、プラス馬台なんでもうちょっと高いですね。ただ、二半チャンは打てますと。まあこれ成り立ちます。人数が増えれば増えるほど安くはなりますけど、頭で、一人頭で割るので安くはなるけど、打てる回数が減ってきます。または択が増えれば、 プロ,プロが 1, 1人と1回ずつ打つにも8半チャン10半チャン必要なんでここがまた上がる可能性があるんでこう半,なんだ半比例というか人数と料金が人数が増えれば料金が安くなっていくこれがちょっと成り立たない気がします人数増えるとみんなと1回ずつ打つにもプロは10半チャンとか長丁場なるんで料金が上がるとなんかバランスがこう難しいですね取れないですね 例えば15人、プラスプロ、16人なんで常に4択立ちます。で、プロがこう、まあ回ると。8、半ちゃん売ってもらってなんとか2回と。まあそんなのがイベントができれば、プロの原価3万4千円、私の原価3万4千円、7千円のイベント。 まあこのくらいだと正直ありだと思いますね。今、まあ某マージャンプロ団体もは、まあ午前中にちょっと軽くマージャン教えますよというイベント先日やりました。まあマージャン初心者の人に実際はいは触れないと思うんですが、まあ憧れの女流プロがマージャン教えますよが8000円とかなんで、1時間か2時間かで。 午前の部の1時間2時間で8000円なんで、それと比べれば実際プロと打てるとか、はい触って勝負できる。これを考えると別に8000円、まあ、ありっちゃありだと思います。まあ、集まるかとか、プロの交渉をここまで抑えれるかとか、実際その日のジャンスを抑えれるかとか、そういう、あとはこう15人と連絡取り合うとか。 結構ハードル高いです正直実際やってみてる全く知らなない人3人3を集めるこれも相当な作業です友達3人と集めるこういうレベルじゃなくて全く顔も知らない信用もない不特定多数を3人連絡取り合って当日集める、まあ、こういう作業が雀荘企画なんですけど3人でも相当ハードル高いので。 ちょっと道の世界ですけどまあただ成り立てば理屈上は成り立ちます、まあ、もっとや下げると23人プラスプロで24人6択ですね6択常に立っててプロがみんなと1回ずつ打ちますとまあそうすると2200、まあ、私の含めて4400 プラスバーダイなんで5000円。全然ありだと思います。そもそもプロに合うとか、それ自体難しいんで、まあ、このくらいの人数で、ただこれが30万になると、この5万が30万になると、まあ当然3人で打つと10万円ずつ。プラス、まあ、 私のギャラとかで13万のイベントとかになるんで12万とかちょっと現実的じゃないなとかといってここの金額を安くすると別に一緒に打たなくてもいいし誰この人だしあプロに一応所属してんですかみたいな人が来ても正直意味ないと思いますまあ名前知ってる顔も知ってる売ってみたい多少 ファンドの度合いは,度合いはあれどちょっと一緒に売ってみたいなと、売ってるんであれば、売ってみたい。選択肢が売ってる、売ってない、あるんであれば、ちょっと売ってみたいなと。プラス、ちょっと自分でも思い出になるとか、人に話せて自慢になるとか、そのレベルの人なんで、ちょっと難しいかなと。まあ、ここ、本当は30万だと思います、5万じゃなくて。 そのくらい見てた方がちょっと私の経験上よさげですがまあそこははっきり言って交渉次第なんでここの力次第なんでここが大きければ大きいほどこちらもギャラうんぬんじゃなくて違うメリット宣伝とかファン増やすとかその他 何か物販とか何か何メリットを感じれば感じるほどここは交渉はうまくいくんですが、まあ、ここが小さい以上は完全に大企業と零細企業の関係になっちゃうんで、まあ、何よりここが問題ですねただまあこんなイベントが作れれば面白いんだろうけどまあ ちょっとそう簡単な話じゃないなとちょっと理想論言ってるなという話です、まあ、考えるのも面白いんで、まあ、どっかの誰かが勝手に言ってることなんでできなかったら罰金みたいな営業会社みたいに考えたことは絶対実現するぞみたいなのではないんで まあ、いろんなやってみたいのはうちの一つその中でもちょっとハードルがかなり上の方なのでそんなこと考える前に登録者100万人いけとかもうそういう話ですがまあなかなかただ一番最初に言ったあのこれは別に私がこう思うで YouTube やるならこう思わないといけないとか 皆さんにこうですと押し付けててる、る、または進めてるそういうわけではないんですが何か好きでやっててそれがちょっとこう大きくなって今後もやっていきたいとかあれこういう企画やってみたいとかプロ呼びたいとかあれやってみたいとか当然金かかることです全部商業的な価値を作らないと はっきり言って旗から見ると、た、ただ暇人がやってる。まあ、小馬鹿にされる対象ですね。一言で言うと、何やってんのみたいな。何してんのみたいな。それ意味あんのみたいな。まあ、そう言われて、何にも言い返せないことになるので、これが。まあ、やってることにプライド持ちたいじゃないんですが、自分でもちゃんと意味あるよと。 マージャン好きな人の役に立ってるとか自分が楽しいみたいな感情論は一回置いといてちゃんと全く知らない人第三者も納得させる社会的価値収益あるよとかそういうのもつ作っていかないと長くやりたいなの気持ちだけじゃちょっと難しいかなと YouTube まあ実際 ニコ生とか YouTube で動画を上げてる人とかあと他にもこう何かブログ書いてるとか何かやってる人いっぱい世の中にいますがまあ普通やめていくともぜ思います全部全員やめるのが普通です私もこうニコニコ生放送で見てたなんていうんですかチャンネルコミュニティ、まあ、本人がやめるっつってやめて まあいなくなると。まあこれは普通の流れなんですが、なんでと言うとそこに社会的価値がないから、暇つぶしにやってるになるわけです。それを、それがちょっとあの仕事になっちゃうとちょ、ちょっとあの、堅苦しいんですが、隙が高じて、隙が高じて、結果、仕事じゃなくて、仕事のお給料じゃなくて、結果、 価値が生み出される好きでやってたこと好きがこう講じて価値が勝手に出来上がるで、この人にまあ給料ではないですねんだろう収,収益って言葉もちょっと硬すぎるしまあ金銭的な利ですねこの関係ができると多分辞めないんですねみんな辞める人はこう自分がやってるのが全く 本当に暇つぶしなので、まあ無駄と。それは人に話せば何のためにやってんのって話になりますし、そんなことやってんだったら、そんな仮想な仮想のネットの世界に逃げるくらいだったらなんか現実でやれよみたいな、まあそういう話になっちゃうんで、実際今の私も正直その方向になってますね。やっぱり、 再生数とかそういうのも気にするようになって,なっているのでまあなんか人に話,話さないですねまず、まあ、人に言えるレベルではないというのが正解なとこですねただ口で言うほど簡単じゃないですね隙が高じて 好きが高じて、ファンが増えて、この人に長くやってもらいたいから、なんか、ニコ生チャンネルみたいな、チャンネルになって、この人も結果、好きでやってたことが、収入になってみたいな、口で言うほど簡単なことじゃないんで、まあ、自分で言っといて、まあ、無理でしょうみたいな。ただ、無理でしょうですけど、一応目指したいみたいな。 その気持持ちは持ってないいいと、とずれやめると思います。価値がないことをずっとやっててそんなことやってんだったらこうあれやればこれやればの話になるんでなかなか好きだけでは続かないとまあごくごく当たり前の話をただ YouTube 麻雀に無理やりこう当てはめて喋ってるだけなんで。 なんかすごいことを言ってるわけではないですね。ちょっとこうやってツムがもう完全に裏目っているんでもう降りていいと思います。ベタ折りベタ折り まあそんな、なんかあの話が、まあプロ団体とのイベントを作れんのかと、具体的に。まあ YouTube ライブでもなんか以前話したような内容ですけど、ただ実際、世の中、一生に一回打たないと思います、プロと。打ちたいな、あ、森山プロと、小島プロと打ちたいな、ただ一生に一度ないと思います。まずそもそも選択肢が、100万払うお金、 いくらでも払うんで打ちたいと思っても打てないんでそもそも例えばこのイベントがあったとして参加する参加しないこの選択肢自体がないのでまあ一生に一度打たないまあプロとの対局をこうイベント作るみたいなまあそんなことができればいいんですがまあ実際雀荘企画プロ関係なしに 全く知らない人を集めてこう2択3択立てていくで、まあ、苦労してるレベルなんであとはとちょっと東京で、東京大阪くらいじゃないとなかなか難しいですね不特定多数を1箇所にある曜日ある時間に集める人が多い場所じゃないと成り立たないもんで、まあ、東京大阪でギリギリ福岡かなと。 まあ東京くらいしかない。だ東京でできない時点で、まず、他行ったら100%できないですね。一番イージーモードです、東京は。東京でこれをパッとできないようじゃ、まあ、実力不足で、まあ、今後一生できませんというイベントだ、イベントというか、アイディアだと思います。まあ、ちょっと長くなりましたが、まあ、実際そういうイベント、 をちょっと具体的な金額使って現実に持たせる具体,具体例を挙げてみる、まあ、そんな話でしたどうもありがとうございますリーチ